皆さんおはようございます、カンボジア不動産チャンネルの、ジェット谷です。今日は私のオフィスから、撮影しています。こんな殺風景なところで毎日、朝から晩まで一人で頑張って仕事してます。カンボジアの仕事本当にそんな甘くないです。はい、で今非常に怖いのが、机の上を見てもらったら、蚊が非常に増えてます。カンボジア一番怖いのは、デング熱です。デング熱はインフルエンザみたいに、予防薬とかありません。もう自分で刺されないように努力するだけです。だけどこれ日本の、虫除けアース蚊取り線香全く効かないです。もう気持ちだけですけどもかけてます。デング熱になると、8日間40度近い熱が出ます。インフルエンザ2回やるような感じですよね。去年は大人から子供まで子供までデング熱が大発生して、たくさんの方死んでます。本当に日本人だからならないということないです。日本人の友人も結構かかってました。本当気をつけてます。プノンペンの首都のプノンペンでもデング熱発生してるぐらいですから、キールノムの山奥本当気をつけてください。蚊が多いと思います。デング熱だけ気をつけてください。衛生管理大変だと思います。で今日もキリロムの面白い情報が届けられてますので、みんなで検証してみたいと思います。はい、キリロム、イノシシ塚たけしファウンダーの新しく入手した情報です。2020年今月1月13日に現地ローカル新聞に取材に答えております。すべてクメール語で書いてあるので私も読めません。社名も読めません。現地ローカルの、カンボジア人に聞きますと、非常に信憑性の薄い記事ばかり書いてる新聞社というふうに情報が入っております。あくまでも情報です。はい、タイトルこう書いてありますので、コピー&ペーストして、何が書いてあるのかをちょっと調べて皆さん Google 訳で、なんと、ワクワク日本はキリロム国立公園を開発するために521,100万ドルを投資するです。このドルはジンバブエドルじゃありません、US ドルです。約今現在日本円にしますと570億円を、イノシシ塚塚たけしファウンダーがキリロムに投資すると書いております。信憑性さっぱりわかりません。どちらかというと大丈夫かなってこの人というような気がします。どうしてそんなお金持っている方が、日本でセミナーやって、たった500万円の学生寮をしこしこ売ってるのかさっぱり理解できません。どうやって570億円調達したのか持ってたのかも理解できません。ちょっとキリロム、イノシシ塚たけしファウンダーの会社の状況を調べてみました。こういうの残っております。キリロムの、日本支社ですね、会社です。東京都道玄坂いい場所にありますけども、シェアオフィスです。なんと、資本金はたったの1万円です。たったの1万円の資本金の会社で、東京でシェアオフィスをやっているような会社が570億円を投資すると新聞に書いてあります。ね、投資みんな気をつけましょう。自分で調べましょう。ただこういうふうに現地の新聞で取材されたやつを出されると、分からないです。クメール語英語書かれてますと。でも心配することないです。今こういう、アイコンがあります。ソフトがあります。Google Chrome ってやつあります。これでバーンとすると日本語訳にすぐ変換してくれます。書いてます。日本のエツエタウンカンボディア、イノシシ塚たけし、ファウンダーの会社ですね。前々回のブログで、カンボジア経済財務省で、ライセンスを申請中だと、要は無免許で営業してた会社ということが分かった会社です。そんな会社が570億円も投資する投資した、どっちか分かりませんけども書いてます。信憑性僕本当分かりません。ただすごい心当たりあります。私のブログでイノシシ塚ファウンダーを追求してます。いつもこの方学生寮を売るときにキリロムには100億円の価値があると、ね、どうしてですかと質問あると300億円、500億円で売れるからですと書いてます。そんな、そのエビデンスはどこにあるのか、はっきりさせようというためにひょっとしたらこういう現地の新聞を使ったのかも分かりません。現地の新聞で俺は570億円を
投資とか書いてるだろうと、新聞はいい加減なこと書かないぞというふうに言うためのエビデンスを作ったのかも分かりません。信憑性はみんなで考えてください。僕は分かりません。僕は思うのはファウンダー大丈夫かなというような気だけはするだけです。はい、現地ローカル新聞を紹介させていただきました。570億円持ってたのか集めたのか分かんないですけども、またその570億円の信憑性僕分かりません。ただ僕個人的な感想では本当ファウンダー大丈夫かなと。で、日本人の投資家の方はもっとご自身で信憑性を確かめていただきたいと思います。僕個人の感想はもう事業もスゴロクゲームの状態じゃないかなというような気がします。スゴロクゲームで思い出したんですけども、僕は子供の時に憧れてたゲームを、この前こんなゲームありました昔、億万長者ゲーム、小学生の時にやりたかったけど僕の家貧しかったのでできませんでした。ヤフーオークションで見つけて、思わず落札して今カンボジアに持ってきております。犬塚ファウンダーさん、なんかすごろく好きそうですので、一緒にこれやりませんか。僕のプロンペンお家にありますので一緒にやりましょう。なんかファウンダーとでしたら2人で億万長者になれそうですので、待ってます。連絡待ってます。それでは、今回の、カンボジア不動産チャンネル、終わります。次回の更新楽しみにしてください。待ってます本当に。